皆さんこんにちは、こんばんは。今回はデュエルをする時のカバンの中身の紹介をしていきたいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。今回使ったカバンはエピヌで購入したトートバッグになります。中にポケットがついていないので、こう整理しにくかったりもするんですけど、すごくデザインが可愛くて気に入っているのと、うちわとか大きな荷物も入るので、すごくこのカバンはおすすめです。続いては財布になります。まだまだ現金を使うことがあるので、財布は持っていきます。電車に乗るので IC カードも持っていきます。この中には鍵も一緒に入ってます。次はポーチになります。必要最低限って感じのものしか持ち歩いてないので、すごく少ないんですけど、ディオールで購入した色付きのリップと、あとは DHC の薬用のリップ、あとは無印良品で購入した小物入れのケースの中にコンタクトだったり、髪を結ぶゴムだったり、あと小さいゴムも入れています。あとは絆創膏とか、前髪を整えられるように櫛を入れていたり、鏡も入れています。鏡も櫛も入れているポーチも全部100均で購入しました。まあ、ちゃんと使えているので問題はないかなって思います。続いてはティッシュとハンドタオルになります。こだわりはないので、いつも家にあるものを使っています。イヤホンは電車の中とか一人の移動時間の時に音楽を聴きたいので持っていきます。あとは消毒ですね。私は黄色の方を使っているんですけど、消毒はティピカジェルを愛用しています。ここからが今回使うグッズたちになるんですけど、まずうちわになります。今回はリセンスの DVD を中心に見るので、リセンスのうちわと、あとはペンライトも鑑賞中に使いたいので持っていきます。ちょうどいいペンライトケースがなかったので、キンブレを入れているペンライトケースに入れて持っていきます。今回リセンス替えなので、ペンライトもリセンスのペンライトを持っていきます。夏から電池を変えていないので、ちょっと電池が持つのか不安なんですけど、もうこのまま行っちゃいます。このディオールのポーチの中に入れているものを紹介していきます。まずはレン君のチョコリさんになります。これは友達が持っているチョコリさんと並べて撮るとすごく可愛いので持っていきます。続いては PVC キーホルダーになります。一応汚れないようにジップロック、小さいジップロックに入れてはいるんですけど、正直これは持ち歩き方がよく分かっていません。すごく可愛いのに、こう袋に閉じ込めちゃうのはすごくかわいそうなんですけど、ちょっと今はこうやって持ち歩いてます。あとは公式写真も持っていきます。私はこう写真を撮る時のことを考えて、基本的に背景が白っぽいものを選んでいるんですけど、今回はかっこいいレン君とかわいいレン君を選んでみました。最後にレン君のアクリルスタンドになります。アクスタが一番持ち歩くことが多い気がします。ポーチの中身の紹介は以上になります。動画の最初の方でカバンの中にポケットがついていないという話をしたと思うんですけど、グッズたちが中で散らばらないように今回このポーチに入れています。最後は一番忘れてはいけないリセンスの DVD になります。今はセリアの DVD ケースの中にリセンスの DVD だけが入っているっていう状況なんですけど、
予約の時間的にリセンスだけじゃちょっと余っちゃうと思うので、過去の DVD も持っていこうか迷っているっていう感じです。と DVD を持ち歩くときはこういうケースに入れるとすごく便利だと思います。以上でカバンの中身の紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。